夜行雲、夜行雲、夜行雲、A、no、ノックタルスセントクラウズ、NLC は、中間圏にできる特殊な雲で、日の出前や日没後に観測される気象現象である。地球上で最も高い高度に発生する雲と言われる。夏になっている北、南どちらかの半球の高緯度地域で多く発生する。極中間圏雲とも呼ぶ。通常の雲が、 地上1 0キロメートル付近にできるのに対し、夜行雲は地上約75から 85km の中間圏、海面付近にできる。高度の高い位置に発生するため、太陽が地平線付近にある時かから火が当たり、青白く輝いて見える。高度15から 30km にできる、真珠母雲、極星層雲とは、できる高さも色も異なるが、地上からは、 区別が難しい場合もある。発生する時間帯は特に決まっていないが、日の出や日没前に観測されやすいのは以下のような理由と考えられている。昼間は大流圏や清掃圏の厚い大気や、その中に含まれる水蒸気、エアロゾルなどが太陽光を散乱して上空の雲が見えにくくなる。また夜間は普通の雲と同じように、 自ら発光しない雲を照らす光が当たらないこと、普通の雲を夜に照らす、市街地の明かりが上空には届かないことなどが挙げられる。また、地上の雲が邪魔して観測できないことも多く、観測のチャンスはあまり多くない。夜行雲が最初に発見されたのは1885年、イギリスのラバートレスリーによるもので、ネイチャーに掲載された。この年は、 クラカとサ山の大噴火の2年後で火山灰の噴出により世界中で夕焼けの鮮明化などが観測されていたことから火山との関係が指摘された。研究によって火山活動が雲の生成を促進する可能性が指摘されたものの原因の中の一つに過ぎないとされ火山活動とは直接の関係はないと考えられたが後に反証された。この雲を研究していた ドイツのオトジェッセは1887年に世界で初めてと見られる夜光雲の写真を撮影し夜に光る雲を意味するノックタルスセント・クラウド日本語訳は夜光雲という言葉が混れるきっかけを作ったまた彼はクラカトアヤマ噴火の直後から異常な夕焼けの撮影を続けており火山活動が原因ならば夜光雲も撮影したはずだと主張した同年には ジェッセ、フォスター、ドクター・ストールズらが共同で夜行雲の観測撮影をはじめ、ベルリン天問題も参加した。これによって、三角測量を用いて、雲の高度が初めて推定されたが、1896年に、プロジェクトは中止された。1901年に、オッー・ジェッセは亡くなり、その後数十年間にわたって、観測は下火になった。ベーゲナーが夜光雲は、 氷でできているのではないかと発表した後に正しいことが証明される。以外はほとんど進展がなかった。当時、地上からしか観測されておらず、高層大気のことがほとんど解明されていなかったが、1960年代に観測ロケットが打ち上げられるようになって、初めて中間圏の著しい低温が夜行雲の発生と関係していることが分かった。 1972年には、オゴマイナス6が初めて宇宙からヤコ雲グモを観測した。オゴマイナス6の観測によれば、本来極上空にしかない強い光の散乱層が低い井戸まで伸びていることから、それがヤコ雲グモと推定された。その後、SME が市外分光計で1981から1986年の 地球の雲の分布を観測した際にも夜行雲が確認された。そして2001年にはワーズに搭載されたヘイロが初めて物理的な観測を行い夜行雲の主成分が氷であることを確認した。同年にはスウェーデンのオーディン衛星が雲のスペクトル分析を通じて幸運の毎日の世界的な分布を明らかにした。2002年には ユタ州立大学のバンサン・ウィキア博士らが、中緯度地域での夜行雲の発生を、初めて報告。2007年4月25日には、夜行雲の観測を主目的とする、初の衛星、AIM が打ち上げられた。AIM が撮影した画像から、夜行雲が大流圏の雲、普通の雲と同じような形状をしており、同じような力学的メカニズムで発生している、可能性が示された。 地球の地軸が傾いたまま好転しているため、北極を中心とする北半球が夏の時南極を中心とする南半球は反対に冬となる。これによって発生する気温や気圧の全地球的な偏りを解消するため、成層圏や中間圏でも大規模な大気循環が発生する。夏になっている半球、夏半球では その曲、夏局の上空の中間圏海面付近で、夏半球から冬半球、冬になっている半球に向かう中間圏四五面間が発生する。夏局の上空にある中間圏の大気は、夏の寒暖熱膨張により冷却され、その付近の気温は地球大気の中で最も低くなる。そして、夏極上空を覆う低温の空気に、 中間圏四五面循環に伴って冬半球からの高温の空気が侵入して衝突するとその付近で雲ができやすくなる。そのため夜高温は夏半球の緯度50度から70度付近で中間圏海面付近に下記に発生する。ただしより低緯度で観測された例もいくつかあり近年増えている。主な構成物は氷、凍った水と推定されている。 雲粒の大きさは40から100ナノメートルで、青い光を散乱、レイリー散乱しやすい大きさに当たる。最近の研究により、この表象の体積のうち、約3%をナノレベルの流星円粒子が占めていることが判明した。夜行雲は、古くから知られている現象であるが、近年の二酸化炭素やメタンの増加により、大流圏の気温が上昇し、それに伴い、 中間圏の気温が低下したために発生しやすくなったとも考えられている。また、スペースシャトルからの排気に含まれる水蒸気が一部の夜行雲の発生に関連しているとの学説もある。2017年1月24日午後4時44分に、鹿児島県の種ヶ島宇宙センターから H2A ロケット打ち上げられた際には、関東異星の太平洋側を中心に、 日本各地で夜行雲が目撃された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。